はい、渡辺です。今回はね、ウォーのオペレーションブレイクアウトをプレイしてみたいと思います。2人パーティーいますね。5515ってやつね。あ、一緒なってるのだ。今回小島子のこのクラスで頑張ってみたいと思います。一番目の前にいますね、俺が。右側これだけ女性兵士か、これ女性兵士か、女性兵士しか使わないよ。はい、頑張るぞ。これショーツヒロイック MG15 です。ここも結構難しいよ。これヘッドショット結構進んでてね、これね。うまい。今ヘッドショット98回ぐらいだったかな、進んでるんですよ。中に入らないと話にならないよ、これ。あれ、一応これ爆弾、ダメか。1キルしか出てないんだ。ゴーのキルチャレンジもあるんですよ。60、おお、結構進んでるな、これ。すごいっすよ、これ。よし。ホラーそんなに難しくないんだけど、橋作るやつがね、これが難しいんですよ、めちゃくちゃ。スモークがないとちょっときついよ、ここは。よしよし、ヘッドショット入ったな、今な。よし、橋を架けるんだ、みんなで DIY。 ダメだ、これめっちゃ難しいのよ。これパーティーがいないときついよ、これ。ヘッド、おー、ヘッドショット解除。よし、よし、オッケーですよ、これ今じゃないか、これ。よっしゃ、進んだぜ、今ので。ヘッドショットも迷彩も解除したし、あとはスチールとかそういったのをやっていくおじさんが。はい、シュルダンプレゼントフォーユー。橋難しいのよ、これ。ほんとこれチームワークが試されるステージなんだよ、これ。ここで終わる場合もあるんですよ、これ。橋で失敗するパターンもあるんですよ、これ。キルがちょっとできてないな。ここにいるな、多分。これ周りの片付けなきゃね。今じゃないか、これ。あともうちょいなんだけどね、多分大丈夫でしょう、これ。はい、こいつは片付けないと。よっしゃ、オッケーじゃないか、これ。オッケー、嬉しい。前進、これ弾数が少ないからな、困るもんなんですよ、これ。敵の空中投下。こっちから うちら強いっすわ、やっぱ。パーティー2人入ってるっちゅうのも大きいね、やっぱり。はい、爆弾プレゼント、ヒットマークあり。よし、爆破しろ。
やっちゃった。スチールちょっとやりたいね。今度これだ、迷彩解除は。弾薬庫行くか。よしよし、援護しますぜ。これキル解除されたのか。これ畜生、壁も作ってるし。弾が少ないからな。これ拡張マグジンつけても、これライトマシンガンなのに75発しかないからな。100発は欲しいっすわ、やっぱり。もうちょっとキル数を上げていきたいね。これ左攻めてみますか。これはい、ここで失敗する場合があるんですよ。これで、11キル。この前のゲーム1だけで30キルぐらいいったんだよ。簡単そうで難しいですわ、これ。バンバン止められるな、これ。右で行った方がいいかな、これ。全然進んでないね、これ。多分これで終わりだな、これ。よしよし、倒したあいつ。ダメだな、これ。無理だね。全然進んでないっすわ、これ。1個も破壊してないんで、2個破壊しないといけないのよ、弾薬庫。無理だね。結構難しいのよ、これ。戦場に敵の火炎放射器あり。火炎放射器のバカ野郎め、本当に。ダメだダメだ、無理だ。失敗、ダメだこりゃ。全然キルもできなかったな、14キル。ちょっとダメですね。ここで失敗しちゃう。最後までいけなかったね。で、迷彩解除したからよかったっすわ、これ。今回も、これ使うんで、引き続きね、小島マクロクロスで。我々の任務は援軍が到着するまで高射砲を守ることだ。高射砲がある限り敵の爆撃は飛んでくる。今度防衛側ね、サイド交代で勝ってる。最後までいけると思ったのにな。さあ、これ作っとかないといけないですよ、これ。よっしゃ、あら、これ敵強いな、めっちゃ。ああ、もうこんなに進んでるよ、これ。中にも侵入してきてんの、これ。あ、バックス
っこいいんですよ、ここ。右から攻めてきてるな。ヘッドショット。あ、スチールも入ってるな。よし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 。オッケーですわ、これ。これ、迷彩解除結構進んでるぞ、これ。今回のウォーのこの試合で。ブレイクアウトにして失敗かい。次、端のやつだ。これね、左と右建物なんだけど、右がおすすめ、個人的には。スチールこねれるんじゃないの、これ。よしよし。死なずに3キロやってるか、これ。早いな、これ。橋作るの。全然キルができないな、これ。これ弾数が少ないっすわ、これ。早いな、橋作るのな。半分も完成させてる、これ。ダメか。お、スチールやってる。よしよしよし。お迷彩なんか解除したぞ。これリスポン邪魔なのよ、これ。見えなかったぞ今。13キル。はい。取ろうかな。火炎射器。味方がこれ。こっから来ますね、これ。火炎射器使わない方がいいかな。迷彩チャレンジやってるから。早く使って終わらすか、これ。これダメだな、火炎射器弱いな。みんな使わないよ、これあんまり。うん、銃の方が絶対いいよ、これ。近距離だから。ちょっとやっぱり。ラブ。弾数が。もしかしたらこの試合でカッパー迷彩解除できないか、これ。よしよし。スチールもちょっともうちょいなんですよ、これ。アシストか、これ。こう球数がな。ダメか。
くんだ。あと1分。ランダーを解除。弾薬を守り続けろ。ダメだな、これ買います。使わない方がいいな、これ。ああ。残り30秒。ダメだな、これ。急げ、体を回復しろ。体を取り除け。よしよし。アシスト失敗してんだ、これ。敵弾薬を破壊された。敵強いよ、これ。戦車が追反する敵兵を放射砲に近寄らせるな。戦車が向かってくるぞ。戦車が来るぞ。あらら、戦車が移動している。使おうか。戦車が向かってくるぞ。持ってる。戦車付近に兵士を殺せ。よし、こういう作戦で。早く使い終わりたいのよ。ダメだな、これ買い直し使わねえもん、これダメだ、損する、これ使ったら。戦車が移動している。よっしゃ、戦車付近の兵士を殺せ。はい、放射砲を一問やられた。右からも来るな、これ。戦車が後退している。ゾーンの回復してくれた。戦車が移動している。なんとしても放射砲を守れ。回復倒す気もいい、これ。戦車が倒してくるぞ。敵強いわ、これ。うちらパーティー入ってるのに負けてるっていうのかな。ちょっと情けないっすわ、これ。戦車が下がっていくぞ。これどこだ、これ。これ決まったっすわ、これ多分。味方こっち来たくねえね、俺。強いな。だスネーパーライフルいたらダメだよ、味方に。強いよ、これ。うん、これ敵ね、おお、多分やり慣れてるよ、これ。うん、戦車が向かってくるぞ。戦車の次の兵を狙え。戦車が下がっていくぞ。ダメだ、アシストばっかりだ、これ。キル数が伸びないな、今回。残り30秒。ダメだな。戦車が下がっていくぞ。
30キロまでやりたいな。戦車が後退している。ラストチャンス。ダメ、赤地か。40キロもいった。40キロやってるかな、ゲーム1とゲーム2合わせて。これミュートになってねえの、これ これでも負けてるでしょ、これ。敵はあの最後のステージまで行ってるからね。結構上がりましたこれ。あともうちょいだな。ステータス41キロか、ちょっと少ないな。41キロ10防衛ね。ゲーム1の成績が14キロ0防衛0建設1破壊。ゲーム2の成績が27キロ10防衛1建設0破壊ってことね。はい、プレミアさんありがとうございました。指令ちょっと まだだな。あと8キロやらないといけないですね、これね。これね、今回、これじゃないな。これね、明細解除しましたよ、これ。やりましたよ、これ。お、二つ解除してるよ、これ。ヘッドショット100回に。これ終わらしてるな。ブロンズ明細。おー、いいね。お、進んでる。復讐勲章あと5回。これは気候手段使って50キロでしょ？お、34キロあと16キロ。お、スチールもこれ2回やってるわ、これ。かなり進んでるね。引き続き使っていきますよ、これ。はい。今回ね、この、小島湖の、このクラスで、ウォーのオペレーションブレイクアウトをプレイしてみました。あとよろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。